Thank you.
堺ブレイザーズの高野直也選手にお越しいただきました。勝利おめでとうございます。ありがとうございます。見事なストレート勝利となりました。まずは試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね、今日はやっぱり試合の序盤から相手の強いサーブに攻められて、エースだったりこう崩されることが多かったんですけど、終盤立て直して僕たちのバレーを展開することができたので、ストレート勝利できたと思います。ご自身は攻守にわたって非常に攻守にわたっていい活躍だったと思いますが、ご自身のプレーはいかがでしたか。僕自身のプレーとしてはまだこうミスがあったりとか、こうサーブの部分でもこうミスが目立っていたので、そこは明日修正して切り替えて頑張っていきたいと思います。そして高野選手は地元が九州ということで、はい、ここ九州での試合でしたが、何か特別な思いはありましたか。僕大分県出身なんですけど、こうやって九州で、僕自身のプレーをファンの方に見せることができて大変嬉しく思います。さあ、では明日もこの会場で試合がありますので、会場に来てくださった皆様、それからテレビで応援してくださっているファンの皆様に、明日への意気込みも含めてメッセージをお願いいたします。はい、今日はしっかりと 3-0 で勝つことができたんで、明日もこの流れを継続して、明日も勝って2連勝して大阪に帰りたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。勝利おめでとうございました。堺ブレイザーズの高野直也選手でした。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお送りください。